報酬結構美味しいですね。で、今回はね、旅団ラッシュ雫編成ですね。雫と早川秋3体詰めた編成で周回してみました。パーティー左から雫、ゼウスギガ、ポルックス、メタルポルックスですね。で、早川秋3体となってます。左側3体は上限解放、右側3体は遅延5個振ってあります。超覚醒は雫がスキブ、ゼウスギガは自由です。で、ポルックスがスキブになってます。はい、立ち回りは左下、右下か、右下に書いてある通りです。立ち回りとしてはもうひたすら早川秋ずらしてれば勝てますね。はい、やっぱりアシスト無効なので今回も難易度はそんなに高くなかったですね。ただ全部で13回数あるので、時間はね4分後半ぐらいかな、4分半、4分40秒ぐらいかかると思います。はい、多分コンボドロップがない正月ノルディスとかだったらもうちょっと早く回れるのかな。うん、後でまた編成、更新できたら投稿したいと思います。この編成だと確か信長の回想かな、10回かなんかで出てくる信長がドロップジャッカしてくるんですけど、それがね運悪く多分3つ水に重なったりしたらワンパンができなくなっちゃうのかな。そこだけね厄介なんですけど、それ以外はワンパンで倒せるので、基本的に信長もワンパンで倒せるので、はい、大丈夫だと思います。ここですね、ここドロップジャッカ作られちゃうんですけど、一応ルーレットとかも残ってるので、ワンパンできますね。ってことで以上、お疲れ様でした。ご清聴ありがとうございました。